怪しい男が出てきた。うまいの？うまい、うまい。今日は、はい、タコスパーティーをやっていきます。それではタコスいただいていきます。おー、いい音。どう？うまい！美味しいよね。簡単だしね。もう一回言うと、煉獄さん風に言うと、うまい！これは業務スーパーで買いました。300円ぐらいだからお安い。うまい。マック超えた。我ながらハンバーグいい。これはビールか。うまい。おいしい。めちゃめちゃおいしい。誰作ったの？ふみちゃん。おいしい。炊いたご飯に無限やみやみ付きのやみやみのかけていきます。うわー、豪快ですね、お兄さん。あーいや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 ーてなるの。どうしたの？イチャモンクラス見てるから。ね、叩かれるよ。よし、そして最近ハマっている明太さんを乗せていく。ドゥーン。それではいざ実食。絶対美味しいよ。うまい。私たちはこっちでーす。いつでーす。ここ100キロ以内で走ってください。10じゃない。どう？ここが1個目の。晴れてたらめちゃめちゃ蚊が多かった。これはトイレにリニューアルしたらしいよ。こっちが男トイレで、こっちが女の子のトイレです。ふみちゃんはおトイレ中。中もすごい綺麗でした。怪しい男が出てきた。今日どうだった？雨やばすぎた。ビリビリした。うん。照明やばい。全然できなかったね。これから帰るね。そんな作業もね。炊事場と炊事場の間にトイレがある。
トイレ1箇所しかないっていうのがね。うん、ね、雨降った時とか結構広いからさ、歩くよね、あっち側の人だと。ところまでは車行けるんだけど、姫路バーカね、トイレが遠すぎる。お酒飲んでさ、お酒近くなる人はちょっとね、お酒近くなる人は、お酒近くなる人は、お酒近くなる人は一回過ぎたらこっちに帰って行かなきゃいけない。こっちの方がさ、オート感あるよね。こことかに止めたら最高じゃない？独り占めだし、川すぐ行けんの。あ、いや、トイレ遠いよ。こっちも広いね。チェックアウトが10時半で、今何時だ？ 9 時半か。結構みんな早く片付けてるね。すごい広い。昨日、実は、ふみおは川で遊んで転んでました。住み捨て場、転ばないでね。いや、ね、それで運転すんの。おお、滑る、やばいやばい。うわ、反対側の方に来たら小川に、ここで U ターンできる。こういう風にね、U ターンしてあっちに戻っていく。滑んないでよ。染みたって言ってたじゃん。貸し切りだね。濡れるよ、もうちょっとで。もうちょっと上げないと後ろ。いや、踏みでさ、膝までだったら結構ね、子供をちょっと危ないと。ねえ、クサ夫婦。これは流されるね。思った以上に流れが急だ。でしょうね。夏はいいね。これ手ぶらパックってあって、スノーピークテントに泊まれます。このテントかな。こっちはスノーピークプロ。すごいね、ここにかけていいのかな。そうだよね、かけてたよね。ここはグランピング専用エリア。あ、グランピングはさ、重箱か。こっちは重箱です。スノーピークの重箱。重箱いいね。1回ぐらい泊まってみる。タープさ、頑張って立ててさ。てかさ、秋とかさ、寒かったらさ、バーベキューだけさ、外で行ってさ。いいよね。え、あのさ、ポロシリはやってんじゃない。バーベキューだ。でもここはさ、タープもさ、ついてるからいいね。最初からついてるさ、これは。いいって、もう転ぶよ。泳げないくせに。あれ、重箱何個あった。3つじゃん。3つ。だって、全部バツだったもん。こんな感じで、一周広いね、意外と。だいたい一周で 4000km あります。沖縄一周した。間違った、1キロくらいかな、でも。え、リアルありそうだね。が峠だね。やばい。気をつけて入ります。雨だ。うわー。